この缶ジュースで作った雨どいね、まあ透明に見るとただの白なんだけどね、玄関のね、人目につくとこだけね、ちょっとデザイン性のいいやつ、近くに行くと、こんな感じでね、綺麗なプレスラインが入ってるね、カフェオレね、全部くり抜いてつなげてね、この接合部分がね、どうしてもはまんなくってね、昨日かなり、ここ切り取ってね、ヤスリで削ってね、やっとぴったしはまるようにね、なりました。でね、これをはめてね、こういう感じにね、はめてね、ここの一番上のとこ合わせてみたらね、全然これがね、長くってね、合わないんですよ。だからね、この辺からグラインダーで切ってね、調整してね、取り付けていきたいと思います。これがね、一番下のね、塩ビパイプの部分ね、この間ストーン調のスプレーで塗ってね、すごいおしゃれにできたんだけどね、やっぱりね、配管屋の施工ミスでね、垂直になってないんですよね。なもんでね、まあ今までの雨どいがこれだったんだけど、これがね、こうつくんだけどね、どうしてもこの塩ビが垂直になってないんでね、隙間ができちゃうんですよね。ここにね、もうちょっとこっちに行ってないとダメなんですよね、これが。でもこれ中でね、もうこうつながってるんで、無理やりやって割れたりしたら困るんでね、これはね、もうしょうがないですね。まあね、プロっていうのはね、水平垂直ね、ちゃんとね、まあミリ単位でね、施工するようにね、お願いしたいもんですね。お金払ってるからね、こっちはね。また素人がちょっとプロを指摘する感じになっちゃうんだけど、こういうのを作ってるとね、ほんと多々ありますね。ここの玄関のタイル部分なんかもね、ここなんかもうね、ひどい施工方法ですね。ここになんかもう木が出ちゃってて、この下だけセメントでごまかしてあるようなね。これもまた自分でね、私直しますけどね。まあプロはね、プロ意識を持ってね、やってもらいたいですね。おっと、問題発生。どうもね、この継ぎ目のね、とこに一個だけ違う缶ジュースのね、缶使ってね、ここなんか苦労して接合したんだけどね、ここのとこがね、塗装がどうも乗らないと思ったらね、こっちはね、全部カフェオレの模様とかね、塗装なんだけどね、このアルミのね、カフェオレ、なんと塗ってっから分かったんだけど、塗装じゃなくてね、こういうね、こういう感じになってるんですよね。これだからね、もう剥いじゃえばこういう金属が出てくるっていうのが分かったんで、これちょっと剥いじゃってね、色この上から塗らないとね、ダメってことですね。全然分かりませんでしたね、これ色塗って。ちょっとね、こういうとこ浮いてきたから分かったんだけどね、最初見た時はね、こっちと同じでね、柄も全部ね、色塗ってあるんだと思ったら、ペットボトルみたい、こういう感じになってんですね。これ初めて知りました。これだから全部剥いでね、もう一回色を塗り直してね、作り直しですね。はい、今までね、この雨どい取り付ける金具ね、このコーキングのところにね、
打ってやったんですよ、最初のね大工さん。これでもね、こっからこう見ると下のね、この一番下の塩ビからまっすぐ来るとどう考えても、ね、この辺なんですよね、まっすぐにするには。だから今までね、このゴムコーキングのとこに打ってやったんで、多分こんな感じにね適当にひっついてたと思うんですよ。だからね、ここのところにね取り付けます。で、今金槌でこれ打ったんだけど全然入んないんで、一回下穴でねドリルで穴開けてね、それでこれ打ち付けていきたいと思います。はい、前ついてたとこがここなんで、正確にはねここなんですよ。だからね2センチくらいずれてるんですよね。これちょっとねプロの人本当お願いしますよ。じゃあね、ここ穴開けていきたいと思います。こうなんないといけないんですよね。上から見るとこんな感じですね。これであとね、金槌でここを打ち付けてね、もうちょっとこっちへずらせばちょうどぴったしになるんで。前はここについてたんで、こう斜めにね強引にとっつけてたような感じですね。じゃあ金槌でね合わせていきますね。こういう感じにならないとねいけないんですよね、本当は。はい、ね、ここの接合部分ね、この間あの多用途ボンドでとっつけたんだけど、あれね固まってもねやっこいんですよ、多用途ボンドってね。だからね 0. 何ミリくらいここがちょっとぐらつくんですよね。そうするとね、この状態で見るとねほとんど動いてないように思うんだけど、これにこういうパーツが合体するんで、当然ここに距離が出るんでね、その微妙なズレがねこう大きくなっちゃうんで、今ちょっと接着剤剥がしてね、ヤスリがけして金属出してね、ここもやっぱりねケチらないでメタルロックでねカチッってつけちゃいますね。もう全く動かないようにね。じゃないとね、やっぱりこの長さをね考えるとね、ちょっとでも動かない方がねいいですね。じゃあこれ、ね、メタルロックでねつけてね、このまんまちょっと昼飯を買いに行ってまいります。